失われた感情に揺らぐ心を見つけてきましたって言ってあの一筆添えて送ってきて <laughs> 送る時の品名は感情でオッケー感情でいい <laughs> え違うあの正式名称は後ろ「失われた感情に揺らぐ心」これです <laughs> フルネーム <laughs> <laughs> リガちゃんこれはなんかどこどこのお口で見つけてきましたこれは感情に揺らぐ心ではないですか <laughs> なんかどっかの河川敷で拾ってきたら石とか送ってこないでね <laughs> うんデスクさんびっくりしちゃうからおたプろい石?」ってなるから <laughs> 中井さんのこと坊ちゃんか何かだと思われてますか言うてきすぎる <laughs> 結構ねおもろいんですよスピリチュアル系のなんか はあ、脆い <laughs> 今日何の話これ <laughs> ねえ何の話 <laughs> クリスマスには全国に飛び散ったリカちゃんの感情が覆ったプロに集まるのかそうそうあの7つあってねあの。 7個とも集めると「シェンロン」っていう竜呼び出して来年たつ年だしそれでなんか願いが叶うんだよね <laughs>。そうそうオレンジ色のやつオレンジ色の玉に星書いてあるからそれを7個集めたらあの「シェンロン」っていうそう来年たつ年だし。<laughs> うんそううん、七 <laughs>、うん、個星書いてあるとからうんやっぱでもチャキッとした男探しに出るわってかやっぱチャキッとした人が好き。 チャキッとしててシュッとしててあのー、強い <laughs> 強い過去概念みたいな人 <laughs> なんかわかる言いたいことうん精神的に強いなんかめめしくない人なよっとしてないその 私がなんか見てもああ男の子なんだねってちゃんと思える人そう芯があるなんかそのだからその私が疑いを持たない「えあんさん チンチンついてはりますかって思わない <laughs> 疑念を持たない人そうあのしっかりとし, <laughs> しっかりとした男 <laughs> なんでまた言うんや <laughs> まだ<い>た言った <laughs> 昨日修正後のチェンジ <laughs> <laughs> せっかく薄まってきてたのに <laughs> ねえもうやめて誰みんなのせいだよこれは完全に。 誰 <laughs> 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 すすすす,すみません <laughs> なんかぎゃ解釈の違いだよねこれは完全に。 うん、解釈の違いなんかでも違うよだから違う違う。 みんながコメントで書くと急になんかおしモティックな配信になるからやめて。流れってのがあるからさ、あの文脈には。<laughs> 人が紡ぎ出す言葉というのには、ね、<laughs> 文脈っていうあの大事なあの流れがあるから、<laughs> あの、 そこだけ書くと今来た人がびっくりするでしょ <laughs> えリりかちゃんってなるでしょだからやめて。<laughs> どうして流れついてしまう <laughs> いやその流れがあ,あるんだからそう今来てなくてもなるよ。<laughs> いやいやもうダメだよりか今日さ今日ダメな日だだって私のあの X 開いてごらんよ開口一番におっぱいの話してるでしょそれ配信でもなんかこんなおしモティックな流れになって最悪だよほんとにやめてくれ フフフこんなことでこの配信面白いなって思ってほしくないんだけど <laughs> ちょっと待って <laughs> ええ心外心外ちょっとっ <laughs> あそういうと受け取り方をする人いるよねすごく心外だわやめていただきたい お互い強く生きような。<laughs> 元気取り戻したのかな。え私はえ今日も元気に生きてるよ <laughs> え。えそういうことじゃなくて <laughs>、どういうこと とねリカちゃん読めないコメント目読してに <laughs> だってさ読めないんだもん急に誰こんな配信にした人私ですすみません。 <laughs> 自覚あってよかった <laughs> <laughs> おなんか来た。 メリークリスマスのやつ来た。 なんかファンクラブのやつ電車の中で聞いてなくてよかったよほんとだよね電車の中の人がさ隣の人が聞いてる配信でまさかこんなオシモティックな話題を話してると思わないよねしかもあの重要なのは夏までアイドルやってた女が喋ってることっていうこと <laughs> もう言わないでねそれはどうかな <laughs> なんで急にそこで強がるのかわかんないけど <laughs> それはどうかな嘘 <laughs> でもいい <laughs> そ,それはどうかない勇気なのかよいや あの約束はできない私だって嘘つきたくないからね <laughs> それだから言いたくなる時が来るかもしれないじゃんすっごいなんか急になよなよした男に言い寄られてムカついて配信で愚痴る時とか言いたくなるかもしれないじゃんだから、ね、だからあの約束はできないよね 可能性はゼロではないもんねうんゼロではないオピメアートの写真こんなバブなのに言ってること過激ないです <laughs> 確かに <laughs> 今日の写真と配信内容があってないよあダジャレじゃないですよ <laughs> あダジャレじゃないですよ配信内容とさこのあの 画像が作ってくれた画像作ってくれた人申し訳ないよこれ誰だっけ作ってくれた金ちゃんかな申し訳ないよはあ <laughs> なんかさあ諦めてさ最近さ 来た、あのー、さん面白し返信があるんだよチャットにねなんか前にもこういうような内容のなんか話をしてキラキラ笑ってた時になんかパッて返信が来てチャットのね「リカちゃん配信で言うといろんな人が聞いてるからチャットでいいなよ」って。<laughs> もう諦められてるやん私 <laughs> ねえねえもう諦められてるやん私 <laughs> ここでいいねよみたいな,なんか <laughs> 言うの止めるの諦められちゃったのよねチャットならみたいなもう,もう何言ってもいいけどチャットでいいなってみんなに言われて てか3人ぐらい帰ってそれを確かにって思ったんだよねでもなんかチャットは今あの気持ち表明中でちょっとあの今日の昼間から「激おこぷんぷん丸だった手前言いにくい <laughs> 気まずい気まずいでしょ、うん、でさっっきまで怒ってたようにこいつ 急に下ネタ送ってきたってなるじゃん。<laughs> だから送りにくい。そう。びっくりすると思わないだって急にさ私がチャットで。 なんかなよなよしてるめめしい男って、ちんちんついとるんかって疑念を持つよねって、急にチャットで書いてきたらさあ、あっ、解約しよう、チャットってなるじゃん <laughs> ねえ <laughs>。ああ、もう。 かってそう私2人どころの詐欺じゃなくて6人ぐらいいるんだけど私の中に <laughs> イントネーション変えたら <laughs> うん過去最高にあの出現してる配信になったねまあラジオだしいっか <laughs> まあいっか私の あれじゃないないんかちょっとあのー、声変えたらいいんじゃないっなんかちょっとなんか声ってさんかちょっとんか声とか変えたらさなんか私の配信でバレなきゃい,いってわけでしょだってこれが本当に私が配信してるかギリわかんないじゃん隣に旦那がいるからとても焦って聞いてます <laughs> もしもし、旦那、聞いてる <laughs> すごいさ、でも、焦るよね、旦那からしたら、なんか、我が妻がワイヒーな配信を聞いているって思って、今すぐやめなさいとかって言われたらどうしよう <laughs>。悲しいなぁ、悲しい。 やめてやめてびっくりしてるから <laughs> もしもし旦那聞いてる <laughs> お主の妻のええー、外役配信こちらですどうもどうも <laughs> うちの猫も聞いてるあ聞いてるならまだいいや弾いてるって言われたらどうしようかとえー、猫にまで惹かれんだと思うところだった聞いてるならまだいいや えなんかラジオだったら何話してもいいみたいなとこあるよね <laughs>。ねえどうだって顔出てないんだもん。私がさ顔出てる時でさそういうこと言ったことあるあるか <laughs> あるな。 ごめん、あるわりとんりとあるよねそうだよね <laughs> ないよねって言おうとしたけど全然あったわ、うん、あるわすいません <laughs> あるなあるな <laughs> 思いやったら節しかない <laughs> 旦那の許容範囲だったら大丈夫そうです旦那寛容で草なんだが <laughs> <laughs> じゃあいいよ <laughs> 好きなこと言いたいことは何でも話していいんだよでもさこれがさ好きなことだったり言いたいことってなってくるとさ リカちゃんんってどうなんだろうっていう話にならないだってこういう内容が好きなことだったらさちょっとなんか結構結構なんか終わってて草なんだけど <laughs> 好きなこと話していいよって言われてさ聞きとしてさそういうさなんかよくないことをさ口走ってるって思われたくないよねちょっとは体勢はついてる <laughs> なんで あの女子の方が腹決まってんだろうねなんか面構えが違うよねやっぱり女子は。リカちゃんの配信を聞くならそういったことも耳に入ってくるんだっていうなんか確固たる強い意志を感じる。 えでもね私分かるよ最近なんかラップバトル見てて <laughs> ラップバトルって平気であのー、なんかちょっとそういうワイヒーなことかオシモティックなことを言ったりするんだよビートにのせてん <laughs> でなんでラップバトル見てるかって言われたらなんでなんだろうって私も疑問なんだけど。 <laughs> なんでって聞かれたらちょっと私もわかんないんだけどなんかわかんないけどラップバトル見てるんですよでなんかそうするとなんか結構なんかそういうことを言ってんのよそう多分なんかそこでバグってる <laughs> ラップバトルで5位培わない <laughs> 違う違う全然、うん、あの培ってないそんなところで培ってないんだけどあのてか何なら培いたいんだけどそういうなんか卑猥な言葉ばっかりが脳内を侵食してきてなんかあっ多分そこで多分たがが外れた言ってもいいんだみたいななんか謎のあの。 それをここでアウト。<laughs> <laughs> うん。そうそう、だから、あの、大丈夫だよ。<laughs> 何が <laughs> ちょっと待って、何が大丈夫なんだろう。何が言いたかったの、私は今、あ、そう、なんか、その、なんだ。 下ネタの根拠みたいなところで言うと最近はそうだからラップバトルのせいなんだよね大丈夫よだから大丈夫だよっていう何が大丈夫なのかわかんないけど <laughs> リガちゃんが大丈夫ならいいねそでもさびっくりするのかな ああいうさ、ポストをさ、するとさ、外部の人ってさ、なんか、でもやっぱさ、リカちゃんならいいや、みたいなとこあんじゃん。あるでしょ現役メンバーに言われたらちょっとえ、えってびっくりするけど、リカちゃんなら、もう、いいやって。<laughs> 思うところない 違いのとこえいそうだってだってっだいか知らないの ?NGT のっていうか新潟の稚外奉権こと中井りかさんって呼ばれてたんだよあの東京のスタッフとかにも <laughs> あ中井りかちゃんはねうん新潟の稚外奉権だからって言われてたんだよ <laughs> ルールが通用しないんだから私に関してはうん誰が言ってたの中井りかちゃんあ中井りかちゃんならいいかって大人もなるんだからてかなんか諦められてた <laughs> <laughs> 歩くスラム街な <laughs> そうそう そういういことだ,よだからうんでもなんかその人として保たなきゃいけないところとかその一応脳内では分かってるからここからはいけないゾーンだよって分かってて踏み越えてるからまだ安心それ分かってないで踏み越える人は結構危ない危険度高い人物かもしれないけど私は分かってて「えい!」って踏み越えるから。 まだ許されてるよってところがあるよね。えい、ー、ったれーってなるのが私の悪いところで。<laughs> そうそうそう。でもなんかさ、NGT ってなんか知らんけどお上品じゃん。いや、そんなこともないか。<laughs> 私が抜けてお上品になったじゃん <laughs>、ね、なったくないだからほらカツを入れるといった意味でもたまにそういうなんか冷たいあの。 北風を吹き込んでいこうと思って <laughs> そうでもないよあそうでもなかったえ嘘 MC 下ネタ飛び交ってるそれは参加しないわけにはいかないなコメントは差し控えさせていただきますなんで <laughs> えそんな感じなの n g てだとしたら絶対に悪影響なんだけど私の <laughs> え <laughs> 私がよくない子背中を見せすぎたよね <laughs> それえ嘘う現役もいじってたしっかり。 うん、私がいたら100%いじれっていうよおっぱい公演のことにはちゃんといじってたならいいけどやっぱモヤモヤしちゃうから SNS でそんなふうに話題になる種があるのに触れないなんてなんかムズムズしちゃって。 やれやれ <laughs> 大切だよだってそれで対外的にさ今 NGT こういう公演やってんだって思ってもらえるじゃんそこを逃すわけにはいかない <laughs> でそれを言えるのが私みたいなあの飛び道具だったわけですよ。<laughs> そこがねそこしかないだろう狙いは誰が私が喜んでおっぱい声演って言わないでくださいヘラヘラみたいなことするか。<laughs> N G T の演が 大会的にも注目されてほしいなっていう大義名分のもとですよちょっと言いたかっただけみたいなとこあるけど。<laughs> だってそうやってさなんか何人かが言ってることをさ拾わないでどうするっていう。 必要だからおっしゃったのであって言いたかった期待そうだよ当たり前じゃんでも本当はいや違うよ別に 本当とかない。ただツイートでそういうの見て突っ込みたいっていういじりたいっていう気持ちに火がついたとかでは全然ない <laughs> ああこういうふうに言われてんだこれは私がちょっと人肌脱ぐかって <laughs> しな、今インプレッション八万五千だよ。ああ、終わった。てん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 。本当かな。やばすぎだろえ、待って、八万五千見られてんの。え、ちょっと待って。で、嘘だよ。そんなに見られるわけがないじゃん。 だって何の画像もつけてないただの私の独り言だよそんな卒業してさもう何ヶ月も経って言われ本当だ <laughs> ほホホンだ <laughs> 8万5え八八 8, 8 5万回表示ってなってんだけど本当に忘れてくれる全員。 <laughs> 私のせいだよねこれは本当にごめん <laughs> まあでもこれでさほら NGT がこういう公演やってるよって言うのをさ 知らしめられたわけじゃないですかそうだだってこのエオフィシャル NGT48 のツイートだけだと今13万回のインプレッションだけどこれ私が言うことによってプラス8.6万回これ結構でかいでしょほら なんとか正当化しようとする <laughs> うん <laughs> えっと今までのは全て言い訳ですすいませんでした クラクラに四期生入れる予定ある？うんあるけどなんか窓口が変わっちまったんだよなだからなんかちょっとめんどくさーいんだよね今体勢を整えてる最中というか NGT 内部もだから私も こうか闊にというか下手になんか「あれこれやりたいです」とは言えないみたいな状況が続いていてそうそうそうだからもうちょっと待ってくださったらありがたいです。 ただあの入れたいなっていう気持ちはあってすごい辛辣なことを言うとあの「痩せてほしい <laughs>」えっと 今から。うん、衣装が。入るまでになってほしい。気持ちではいる。<laughs> 私の衣装を着るからね。うん、とっても辛辣だよ、これは本当に辛辣だけど。なんか。 入るかなっていう感じだったから <laughs> 写真見る限りでは <laughs> なな。だから頑張れっていう気持ちだよね。でさあこの間まで一般人だったからほらねえ4入かじゃないえっ着るんでしょだって。 あれではミルキーピンク譲らなきゃいけないから誰かにそうですよねリカちゃんの衣装を受け継ぐならそれぐらい。 ね、指名するのうんでもちゃんと会ってないからちゃんと会わなきゃいけないなと思ってるよ一回は。っていうかなんか「クラクラもうやんないの?」みたいなことすごくたくさん聞かれるんですけどやるのでご安心を。 うん、理科姫仕事するでも年明けまで待ってちょっともう今年は忙しい12月過ごしたくなくておじゃる丸みたいな気持ちだからそうじゃないと脳内がパンクして今日みたいな頭のおかしい配信を連発することになるから。 うんまったりさせて頼むいや、ね、そうですよ私はいつまでたってもあの n g t イトにおんぶにダックに肩車に高い高いなので <laughs> いつまでもすねをかじり続けてやろうと思ってるしくだくだに関してはあの関与し続けていこうと思っているのではい NGT48 さんのすねはしゃぶり尽くして骨まで骨の髄まではい。 <laughs> 赤ちゃん <laughs> 赤ちゃんだよーうんガチガチってしてる今もうん 岡田さんが頭を抱えてる未来しか見えない。<laughs> むしろそんな未来がよく見える。2割は、あれだよね。あの、浮気しちゃダメだから、スタンスむずいと思うんだけど、くらくら、 っってていうのってプロデューサーだから応援せばでもしでもわきだめだしなみたいなちょっと謎のなんかあれあると思うんだけどそうスタンスはむずいと思うんだけどリガちゃんがなんか頑張ってるなーって <laughs> 応援してくれたら嬉しいですただ。なんかなんかだら私は考えた 何かとかだと、見てくれたら嬉しいし。そうそうそう。っていう気持ちではいますよ。リカちゃんが関わってんなら、応援する。うん。そうしてくれ。なんかグッズとかもね、作れたら、またいいよね。 ははよくばプロデューサーのグッズも作ってもらおう <laughs> そうミルキーピンク譲っちゃったから何がいいかな ミルキーホワイトに転生しようかな <laughs> プロデューサーグッズ最高ね雲二つにピーってつけてかわいいじゃん雲 <laughs> にピーってつけてプロデューサーグッズ作っちゃおう <laughs> かわいい,よかわいいの作ろうぜ <laughs> いいよねはい、あ、よかった軌道修正二重丸危ない危ない下ネタに毒されるところだった <laughs> そんなこんなでえー 7位がビスコさん6位が元吉さん5位が茶太郎さん4位がリュウトさん3位がチョロスキーさん2位がティンクさん1位がデリモキバーガーさんですありがとうございますよかった危ないよねなんかえみんな記憶消したちゃんと記憶クリーナーした大丈夫何もなかったんだよ今日は。 じゃあ一応聞くねみんなに今日の配信どうだった今日の配信どうだった楽しかったよね。ねえ,えちなみに何の話してたちなみに何の話してた クラクラの話とか、そうだよね。あとは、えー、っと、距離感の話とか、カエル化の話とかね、してたよね。で、あと、チー。チーチーわかるチーってこと <laughs> <laughs> ああキ,キムチとチーズの話にしたよね,<笑><笑>ね。ねそうだよね。<laughs> あそうそうそうあのカップヌードルにあよかったよかったみんなに通じてて何よりだったよ。危ないあぶない。<laughs> はあ、よかった。ということで終わりたいと思います。バイバイプリプリ。みんなも、えー、プリプリな <laughs> 一日を過ごしてね。<laughs> みんなもプリプリな一日を 過ごしてね